もこっち系。俺たちいつ帰る？ピノスケ社長。有名な偉人とかたくさんいるじゃないですか、世の中には。こういう珍しい、こういうすごい人物もいたんだよっていうのを紹介する企画なんですけども、ほう、幕末の時代の剣豪なんですけども、うん、はい、それがこちら、はい、最強のクズ、仏性寺康介と。仏性寺康介、聞いたことないね。聞いたことないでしょ、うん、もう、ろくでもないんだけども、うん、愛せるというか。おう、うん、最強ってことは強いんだね、やっぱり。むちゃくちゃ強い。戊辰戦争で活躍した原康太郎っていう人物がいるんですけど、当時の日本一は康介だって言ってるんですね。へぇ、康介が。はい、康介が。まず彼はね、武士じゃありません。あ、武士じゃないの。百姓です。じゃあなんでそんな百姓が強かったのって話じゃないですか。うん、はい、この神道無念流っていう道場にいたんですね。あ、なるほど、はい。当時、幕末の時代、江戸三大道場っていうのがありました。はい、それまず一つは、技の千葉、北進一刀流。そしてもう一つは、位の桃井、極真明治流。そして力の斎藤、神道無念流。で、この神道無念流にいたんです。でも、剣を習ってなかった。うん。はい。何してたか。はい、風呂焚き坊主でした。あ、風呂焚き、じゃ雑用係みたいな。ふーってやって、道場で使いましたよね。はい、入っちゃってください、みたいな。やって、こう。お湯かけいかがすけっていう。道場で、まあ、バン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 打ち合ってる時に、まあ、安木は暇な時間こう覗いてるわけですよ。一人の道場のやつが、おい、小僧、そんなに面白いか、武道が、みたいな。そしたら、じゃあお前やってみるっつって、まあ、市内貸したら、まあ、ちゃんとこう、ちょっとなかなか素質がある構え。なるほど。で、いざやったらもう強いの。バン。ずっと見てたから、とにかく才能がすごかったね。で、こいつをちょっと、風呂焚き坊主にするのは惜しいなっていうことで、うち弟子、言ったら、もうちゃんと囲って教えますよっていう。へぇ、うん。そして、なんと、わずか2年で、免許改伝になります。免許改伝？はい。免許改伝どれぐらいかかるかわかります？大体。いやー、でも20年とかかかるようなイメージあるな。取れない人は一生取れないです。へぇ、はい。言ったら、土方歳人いるじゃないですか。天然理心理やってた。うん、あいつ免許改伝持ってません。持ってないの？持ってません。はい。だから、もう2年で通るって異例中の異例なのよ。そうだね、すごいね。はい、もう免許センター行きます。3回運転します。お前明日から教官な、みたいな。道場の奴らも相手になんないから。はい。斎藤道場の閻魔大王って言われたんですよ。なるほどね、ああ、うん。こいつ、頭良くないよ、そんなに。うん。こいつの夢があって、それが神道無念流の塾頭になりたいっていう。言ったら、まあ、学校で副担任みたいな。で、やりたいんだけども、この道場っていうのって、もう武道を教えるだけじゃなくて、思想とか、その、いろんなもう塾としても扱ったわけですよ、日本っていうのは。はいはい、はい、人間の精神を教育するみたいな。はい、だから、いや、ダメだよ、つって。確かにお前は実力もすごいけども、まずは勉強しなさいと。ほいほい。その、斎藤弥九郎っていう、まあ、いるんですけど、師匠が。うん、言うわけですよ。でも、安家はやりたくないから、そんないらねえよ、剣の腕で行っちゃいましょうよ、つって、やらしてくださいよって言うのよ。ダメだっつってんじゃん。だって喧嘩するの。あ、先生と。喧嘩して、もう出てってやらーっつって、それで家出して、用心棒。はい、へぇー。この用心棒つってももうこっち系。賭場とか。そう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 。毎回ね、博打とかでなくなるわけですよ、お金を。まあもう、借金よく作ったわけですよ。なるほどね、はいはい、頭も良くなかったと。そう、こういうクズによくありがちなのが、斎藤道場にちょこちょこ遊びに行ってて、やすけは、やってるみたいな、うん、そしたら、あー、やすけさん今日も来たんすか、なくてよ貸してくねえかみたいなやってた、やすけさん今回だけですよとかやったりとか、なるほど、もうヤクロもお前ちゃんと就職しろってつってお金渡してた。あ、いるいる、そういうことあるよね、なんかちょっと出来が悪いやつほど可愛いみたいな。あ、あるわ。ですけど結構貢献したの、この神道無念流に、うん、なんとこの神道無念流で道場破りが来たと。はい、その時もヤクロも、あとはそのヤクロの息子たち、はい、もういないと。出払って、いろんなその他の土地で指導してると。うん、はい、もう弟子しかいないと。でもボッコボコにされるわけよ、弟子が。やべえっつって、道場の看板が取られちまうみたいな。ああ、道場破りに。出てきたの、はい、ヤスケが。ひょこったらあれで。もうボッコボコにされてんのよ。そしたら、ヤスケさんっつってこう言って、今道場破り来てるんすよ、助けてくださいっつって、道場破りっつって。ああ、じゃあちょっと市内稼いはボコボコにしないよ、こいつって。それで、ヤスケの強さが、もう、フルに出るんですけど、ここで。まず、ヤスケが言ったのが、その道場破りに、10本勝負で、俺は宣言してやると。
今から面を打つ、うんうん、でこいつの得意技っていうのが左上段ってやつなの、うん、こいつ学ないから左上段と前蹴りしかやんないのよ前蹴りって何そう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 、だからこう 左上段構えるわけですよ。面打ちます今からっつって、うんうん、そしたらあっちからいやもう来んの分かってるし面打つでしょ、そしたらバーンっつってあれっつっていてなんかはいじゃあもう一杯いきまーすってバーンっつってバーンっつっていてっつって気づいてない食らってる早すぎて、すごいねそれ連続で10本やって10本出たのそれ10本食らわしてすごくないそれすげえなよ、うん、そしたら「いやあっ弥助さん」っつって「ありがとうございます」っつって「ああじゃあちょうだい」っつってああお金もらってわかるだろっつってよ、うん、でももっと強かったんです弥助は、はい、うん、それは最強剣士宇野金太郎ってやつが現れます、うん、はい、まあ誰だって話したんですけど誰本当知らないんだけど、あその桂小五郎っていたじゃないですか、彼実はすごい上手いんですよその剣も、うん、いた神道無念流の熟刀もやってましたし、うん、もう剣の実力だったらもう超有名人だった、うん、それがこの宇野金太郎に負けちゃいます。すげえ金太郎めっちゃ強いやん、うん、でそのこの宇野金太郎このさっき言った斎藤薬郎いたじゃないですか師範代っていうかもうその作った人ですね、うん、その息子の勘之助ってやつがいます三男の、はい、はい、鬼勘って言われるぐらい強かったんですこいつもボッコボコにするんですよ鬼勘を鬼勘をこの鬼勘としてはもうやられちゃったらまずいんですよこんな有名な道場の息子がそりゃそうだ傷ついちゃうもんね看板に、はい、なんとかリベンジしないといけないとでも2回はやられたらさすがに言い訳できねえなっていうのがいやもう完全に実力差があるっていうことだもんね、うん、どうするかつった時に呼び出されたのが弥助おー、はい、で宇野金太郎に会いに行ってそしたら、まあ、宇野金太郎は、勝負しねえよっていうの名誉だけ残したいじゃん普通にうんまあね、うん、だから嫌だ嫌だって言ったらけどそのこの勘之助が下からこう行くわけですよ、はい、この前は不甲斐ない勝負してすいませんでしたっつって鬼勘とは思えない鬼勘したらもうちょっとこっちも気持ち悪くなっちゃってあじゃあそこまで言うならいいですよっつってそしたらまず勉強がてら僕より弱いうちの弟子この弥助っていう人物がいるんですけどまず手合わせよっつって10本勝負でいきましょうよっつってそれでいざ勝負したらまあバーンおおあれっつってあんなの肩は痛いぞ、うん、それ連続10本はい、ボッコボコにすんのよあの桂小五郎も破ってこの勘之助も破ってこれをへえ、うん、歯が立たなかったすげえ弥助ほんとに宇野金太郎がこう押さえて「はぁ」っつって「くそなんて強さだ」ってなるじゃん、うん、弱ってるじゃん弱ってるその時にこの勘之助が「次は僕の番ですね」っつって「さあ早く立ち上がりなさい」とで倒すのよあ、鬼勘は、うん、鬼勘卑怯すぎじゃね、うん、だから最強のクズって言ってますけどそいつもクズですクズしかいない高杉晋作ってやつまあ柳生新限りの免許改善なんですけど彼は、はいはい、弥助にうどんで、泣かされて帰ったっていうエピソードなんですけどもうあらゆる要は強いやつとか有名人を倒したわけだそうそうそう、うん、でその後なんですけどこの倒幕から砂漠に鞍替えしちゃいますこの弥助っていうのはそのこの倒幕の有志隊っていうのに入ったんです、うんはいそこで、有志隊だっつって、さあ、金をこせっつって、国のために使うからよっつって、博打に使ってた。もうやばい、もう金なんだよ。ギャンブルが中心だギャンブルが中心だって。じゃあ、なんで砂漠に鞍替えしたかっていうと、うんはい、芹沢鴨っていうのが、新選組にいました。いたいた。道場、一緒なんですよ。神道無念流なんですよ、あいつ出身。はいはいはい。芹沢鴨っつったら、言ったら近藤勇も巻いてたと。もう速攻も悪いし暴れるしかといってすげえ剣も強いし、うん、そいつが頭上がんないねこいつにいやすごいね、うん、だから実力もあるもんだからそのカモが「なんか倒幕の有志隊入ってるらしいっすね」っつって「そんなのやめてこっち来ましょうよ金ありますよ」っつって「一緒に暴れちゃいましょうよ」ってカモが口説くわけですよ お金入ってくる集団あんのみたいな「お行く行く」っつってそれでカモくらがいよあー軽いなさすがにくらがいしたらもう許すことができないということで。まあ、そうか。でも、弥助強えぞって。どうするっつって。そりゃそうだ。じゃあ、週何人か集めて。弥助さん、飲みに行きましょうっつって。剣のこと教えてくださいっつって。はいはいはい。で、うん、おごってくるの行く行くってこう言って、ガバガバ酒飲まして、こうガーって後ろから伏せで、殺せーっつって、もうズバズバズバっつって、で、殺されちゃうのよ。へぇー。ということが、まあ、
さっき言った通り強いんですけど、ちょっと頭とあとはまあ性格が難を称して歴史から、はい、名を残せなかった人物。いやでも魅力はあるね、うん、最後の死に方もさ貫いてるじゃん、うんうん、そのクズ道クズ道ということで、面白かったらチャンネル登録高評価、よかったらコメントの方よろしくお願いします。まあ、攻撃防御ともに基本は王陣、舞台を、まあ、縦に並べた陣形を、まあ、獣陣と言われるもので、